画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。起きたよ、私今。なんだこの天井は。ここはどこだ。私は誰だ。あ、寝てた。立ったまま寝ていた。探偵にあるまじき行為をしてしまったぞ。ミネイをきっと探してやるからな。見てんだよね。追随してんだよね、私に。追従してんだよ。ご無沙汰ぶりです。さて、行きますか。ちなみにアイテム今何も持っていない状態になっております。で、公園に行けるようになりましたよね。公園に行ってみようじゃねえか。まあ私も昔よく公園で遊んでいました。しかし子供の頃ね、一番最も遊んだのはお墓でしたね。いや、墓しかないようなね、町に住んでて、でそこでね、もう子供たちは墓で遊ぶしかなかった。まあだいぶ田舎の方でね、昔の話なんですけども、ほんと罰当たりでしたね、あの時は。なんとなくサイレントヒルみたいな雰囲気じゃないか。来ましたね、デッドバイデイライトにサイレントヒル。あれ?来る、きっと来る、きっと来る。ですよね。あ、来てますね。私、お守り、どこ行ったんだろうね。なんかひょこ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 してますけども。真っ黒でわかんねえな。なんかアイテムねえかな。棍棒とか、鉄パイプとか、あとはポマード。まあ、ほら、都市伝説ではさ、口裂け女にポマードっていうとね、逃げていくみたいなのありましたよね。消えたね。まったく、ストーカーレベル1だな、あいつは。お?立ってやがる。私ほどになるとストーカーレベル3だ。黒い。この人、クローデット・モレル・ノブコもしや。いや、なんとなくそんな、あいつの猫背に近いんだよな。あれ絶対そうでしょ。クローデット・モレル・ノブコでしょ。と言ってみましょう。いけねえのか。残念だな。あれだってシルエットからしてももうモレルですよね。だな、とうとう DVD コラボ。そんなバカな。そんなことあるかい。まあ、行きましょう。右に行く。美しいところでございますね。こっち行けるよ。おう、なんだこれ、すげえ続いてるやん。っていうか、こんな不気味なとこ本当にあるんでしょうかね、日本に。これなんか、どうなってんの?なんかすげえ長いんだけど、この橋。もしかしたらこれ一周してんの?見えてきましたね。うわー、漏れる、漏れた。漏れたじゃない。キラーに追いかけられて走ってったぞ、あいつ。多分そうでしょうね。追いかけられたんでしょうね、リージョンとかに。びっくり起きましたね。まあ、あの程度びっくりしないんですけどもね。あら?うわ、バンザーよ。わ、
私はあの後気を失って池に落ちてしまったそうだ。そこへ船橋さんがすぐに駆けつけてくれて死なずには済んだ。私は匠を救えなかった。そして今日また3人を救えなかった。一人も。私は何のために探偵をやっているのだろう。死んでしまった。それから1週間何もする気になれなくて塞ぎ込んでいた。どうして自殺なんて。自殺の理由が分かっているから原因となった人を恨みそうにもなった。けど恨んでいる自分が嫌になって少し冷静になった。匠が亡くなった時、自殺だと分かった時、私は目をそらそうとした。とても身近で大事な人が自殺。自殺というものが近くに存在するものだとは思っていなかった。どこか他人事でいた、その時までは。まあ確かにね。その大きさに不覚にも息子の死をもって知ることになるなんて。だから今回は絶対に助けたいと思っていた。え？息子の死をもって同じことを繰り返さないように、でもどうにもできなかった。この主人公、息子を失ってたんですね。匠の死がつい最近のことのようなのに、匠が私を探偵にして、匠が私を突き動かしてきた。匠の死を無駄にしないように、それだけだった。私は新たに3人の命も背負うことになった。匠と3人の死は結局無駄だったんだろうか。そんなことは決してない。あってはならない。あの子たちの死を無駄にしないためにも、今一度私は人生をかけて立ち上がらなければならない。残されたものにはそれしかない。ということで、バッドエンドを消化することができました。まあ、こういうのはね、やっぱり動画にしていきたいので、まあ、結果死んでもよかったんじゃないかなと、思ってます。死んでもよかったんじゃないかと思ってます。そんなことなんで、ちょっと、一回、もう一回やり直したいと思います。いやー、なんとね、戻っていろいろ調べてた釜を手に入れました。釜手に入ったってことは、これで何かできるってことですよね。これね、重要なアイテムなんじゃないでしょうか。あそこのね、海辺の方に行くと、基本もう戻れなくなるということみたいですよ。警察官自体、この、移動する警察官自体がいなくなってしまうっていう、ことが起きました。まあ、なので、公園には、だいたいアイテムが揃ってから行くということなんでしょうね。で、私気になってるのはやっぱりこの風車なんですよ。ね。で、この風車手に入れるための、多分この釜なんじゃないかと。まあそうじゃなきゃ公園に行っちゃいけない気がしますね。で、ここのマップ、アキコの家。アキコの家は、まあとりあえず全部、終了したかなと思います。そして、カナエの家に行ってみましょう。アキコの家ってあのおばあちゃんがね、畑耕したりしてましたけどね、あれですよ。カナエの家来ました。このなんか後ろの方ってカナエの家どうなったんでしょうね。なんか草刈りできるとこありましたっけ？あ！おじいちゃん！これ、ぜひとも使ってくれませんか？ありがとう。これでご飯が食べれる。そうだ、お礼を。一回100円ですからね。お金はないので、地面で見つけたおもちゃですが、あんたの手助けになると祈っております。ご武運を来た来た来たよ、来たよ。これを、あれですよね。地蔵さんのところにやるということなんですよ。ここの家とか入れないの？入れないのかな？この奥は？いやー、ここら辺まだでも入れるなんか余力がある気がするんですよね。でも今回に至ってはですね、セーブする機能が実装されておりますので、まあ直前でセーブしとけば、公園で下手こいた時でも、いつでもそこからやり直せるという素晴らしい機能があるので、これで一旦交番に行きます。
備えてから行こうか。アキコの家に備えてから行きましょう。で、向こう側に公園に行って。っていうか、これ備えたらなんかアイテムもらえるのか？あの悪霊を退治できる。どうなんでしょうね。まあ何にしても神様をね、敬うというのは大事なんで、目上と神様を敬うと。はい、どうぞ。お供え物語、え？ちょっと待って、足りないんだって？え、まだなんかあるぞ、これ。お供え物が。マジか。ちょっと探しましょうか、お供え物。いや、このまんまじゃいけないよね、だって。It's already before it's too late. No, 急ごう。遅れるぞって急に英語喋り出したな、この警官。急な流暢。帰国しずよ。なんでしょうね。いくら動きますね。あれ？あれ？警官、呪われなくなったぞ。あ、やったな、これ。ほら、いなくなってますよね、この上の信子も。これ来たんじゃないですか。これ、新しいルート解放されたな。間違いねえ。地蔵様のおかげだぞ、これは。神様、仏様、地蔵様だ。エンティティ様も入れとこうか、あそこに。プレイグ様も入れとこうか。で、こっちにそのまま行っていいもんだろうかっていうところあるんですけども、影が追ってこなくなったんなら大丈夫じゃないかと思ってます。しかも見てください。なんか霧が晴れた気がしなくもない？で、あっち何もないもんね。で、ここで途中で走ってくる影がいるんですよね。チェイスしてんでしょうね。あれも多分なくなるんじゃないかなと、思います。つまり、あの地蔵をきっちりこなして、ここに来ちゃうと、あの演出を見れなかったということですね。やっぱホラーゲームにおいて、まあ、怖い演出って大体ね、味わっていきたい。マジはね。やっぱ映像に収めていきたい。ゲーム実況者たるものね。っていう感じがするので、ちょっと待って、なんか座ってない、あれ。談笑してない？いるぞ。ほら、喋ってる。いる。娘たちよ。ほら。来た、これ。もうこんなとこでみんな何やってんの、ほんと。大丈夫？行方不明者発見しました。こちら、ベルクラです。皆さん、発見しました。あれ？見つかってよかった。ほっと息をつき、公園を後にした私たち、あの後から3人とよく連絡を取るようになった。アキコちゃんのいじめについては、保護者と学校教育委員会に連絡した。するといじめの証拠加害者を突き止めるらしい。これからいじめがなくなるといいのだけども。合わせて189に電話して、両親のネグレクトも報告。まあそうだよね。すぐにアキコちゃんと妹は一時保護されることになった。急にたくさんのことが起きてしまったけど、アキコちゃんは佐藤さんが話を聞いてくれるから大丈夫だよと言ってくれてる。カナエちゃんについては、両親が正式に離婚することになったらしい。なるほどね、真剣お母さんと。まあ、本当両親に恵まれなかったんだね。カナエちゃんの気持ちが心配だったけど、意外とすっきりしているみたいで、もちろんお父さんとも連絡取るよ。なんて笑ってしまう。こういう時にね、実は子供って強いんだよね。水木ちゃんはというと、あの後、誠一郎くんと話し合ったらしい。変な手紙は水木ちゃんのお母さんが送っていたことが判明し、誠一郎くんにも伝えたと。お母さんが策略してたんだね、彼氏に。あれをね。水木ちゃんのお母さんは水木ちゃんを取られる気がして、誠一郎くんと付き合っているのが嫌だったみたい。誤解が解けたところでもう一度付き合うことになったみたいで大喜び。聞いてください、と私に連絡してきたほど。今は二人でお母さんを説得中とのこと。お母さんが折れる日も遠くないだろう。まあ、結婚するとか言ってるわけじゃないんですからね。許してほしいですよね。ただの学生の付き合いをね。私はあの時、匠を救えなかった。匠はもういない。
まあ自殺しちゃったからね。何度自分に言い聞かせたことか。でも本当は、匠はずっといつも私のそばにいてくれた。今回匠が私を手伝ってくれたのは確かだ。匠のおかげで3人を救えた。そう思う。匠が亡くなってから後悔しかなかったけど、いつも見守ってくれている匠に胸を張って生きていこうと思った。そしていつかまた会えた時には、匠と一緒に笑い合おう。今はそう誓っている。ふと上を見上げる。あの時と同じ綺麗な星空。お母さん、頑張ったね。どこかでかすかに声が聞こえた気がした。だから、匠くん、どこで助けてくれたんだ？全然匠の私、過去を受けた気がしなかったけども。でも、グッドエンドはグッドエンドよ。うん。ちょ、またこれ、尺的にめちゃめちゃ短くなっちゃったかもしれない、私、これ。まあそんなこんなでね、行方不明、こちら、クリアすることができました。チラザードさんね、こういった、すごくコンパクトにまとめたホラー、ゲーム、ホラーアドベンチャーゲームをね、ちょいちょい出してます。すごいスピードでね、出しております。多分ね、夏とかにもね、きっと新しい、来るんじゃないかなと。なんか、夜勤事件とかさ、行方不明とか、こう、そういったなんかこう、4文字好きなのかもしれませんね。うん。なので、次回ももしかしたら、諸行無常とか、国語辞典とか、まあ、いろいろ、なんかもうね、きっとなんかあると思うんですけど、発売されてるんじゃないかなと思ってますよ、私は。そこをね、また実況していきたいと思いますので、よかったら評価、拡散のほどしていただけたらと思います。それでは、皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ベルキュラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知が行くようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。